話を聞いていないのではなく、話が聞こえていないのです。音が全く聞こえにくくなるのではなく、一部の周波数帯域が聞こえにくくなるのです。もじゃもじゃ、どうも、もじゃもじゃ先生です。ようこそお越しいただきました。遅咲きのきみまろ師匠が大好きなみみまろでございます。今日はですね、姑による無視、実は難聴が原因だったについてお話をしたいと思います。高齢のご家族がおられる方で、テレビが最近大きくて以前より耳が遠くなっちゃったんじゃないかなと感じている奥様、奥さんと姑さんがうまくいってないとお困りのご主人、まさにそういった方に見ていただきたい動画です。ここで一句。我が母になぜか届かぬ嫁の声、広い心で根気よくとか優しい気持ちでとか言ってる人、耳が遠い人との大変さを分かってない人ですよ。そばにいるのに赤の他人っていうのは辛いもんです。そもそも他人なので、奥様はかなり気を使っておられるんです。でもこう言っても、うちの嫁は大丈夫だ、うちの嫁は声がでかいのが自慢だからと言われるご主人も多いと思います。しかし臆さずに申し上げます、コミュニケーションできないってのは本当に辛いんです。対応を間違えるとどんどん関係が壊れてきます。本当に注意が必要なんです。例えば先日来られたご主人と奥様のお話です。姑は機嫌が悪いとすぐ無視するんです。私のことが嫌いなんです。それは違うぞと、ご主人、何よ、仕事ばっかり言って何も分かんないくせに、目も悪くなってね、耳も悪くなってね、もうね、性格まで悪くなっちゃったのよと、すでに関係性がかなり悪化しておりました。奥様、ここでお耳についてお話をします。耳は悪くなると良くならないのです。まるで中高年の夫婦喧嘩です。ご本人も気づいてない場合が多いのです。近年熟年離婚は年間5万7千件、親の介護による離婚も増えているそうです。世の中高年の旦那様、本当に気をつけていただきたいのです。今回の動画を見ていただくことで、どのように対処すればこれまでのように関係性を維持もしくは改善できるかが分かります。まず姑さんに起きている高齢化による耳の変化について知ることが大事です。では具体的にお話をしていきましょう。なぜ嫁の話だけ聞かないのか、私のことがね嫌いなのよと思いがちですが、話を聞いていないのではなく、話が聞こえていないのです。国立長寿医療センターの研究によると、70代で半数近く、80代ではなんと 70% 以上の方が難聴であるってことが分かっています。でもね、もじゃもじゃ先生ね、テレビは見てますと言われる方が多くいます。今のテレビはテロップなどがあり、ある程度補填してるんです。これでますますテレビは見れるのに、やっぱり聞こえないふりなのよと言われるのですが、音が全く聞こえにくくなるのではなく、一部の周波数帯域が聞こえにくくなるのです。この図は周波数別の純音聴力レベルの年代別平均値でございます。図を見てもお分かりのように、60歳から 2000Hz から上の周波数、 4000-8000Hz が低下しているのが分かると思います。日本人の会話の音声帯域は主に 200Hz から 4000Hz を活用しています。数字が大きいほど高い音、数字が小さいほど低い音になります。60歳を超えると 2000Hz 以上の音が含まれる音声帯域が聞こえにくくなってしまうんです。つまり高い声を持った若い女性の声は聞こえにくくなるのです。中高年の奥様、嬉しいことです。声が若いから姑には聞こえなかったのです。先日お越しになられた奥様もこの話をしたら喜んでお帰りになられました。嫌いなのよ、無視されたとお怒りにならず、声が若いからしょうがないと思えば気が楽です。では周波数によって聞こえにくいってことが分かったところで、これから聞こえにくい姑に伝わりやすい話し方のコツについてお話をしたいと思います。
このお話は聞こえにくい方だけでなく、マスクが当たり前になった今、高齢者と接するお仕事の方にもためになるので、ぜひとも最後までお聞きください。コツは比較的低い声でゆっくりはっきりと話すことです。私も仕事柄高齢者の方とよくお話をさせていただきます。その時に、今日はすごく聞き取りやすかったわーって言っていただく機会がすごく多いのです。比較的低い声でゆっくりはっきりと意識しています。いつもより低めの声で話をする。高齢者の難聴はほとんどの場合高い周波数から落ちていきます。大きな声は NG です。嫁はね、いつも私に怒るのよ、顔が怖いのよ、というお母さんがおられました。そう、大きな声を出している時、人は顔が怖くなります。大声は関係をさらに悪化させます。絶対やめていただきたいのです。食事と同じで声も量より質なのです。ではどれぐらい低くすればよいのか。低すぎても声は出しにくくなるのです。奥様はアナウンサーや声優さんではございません。ご自身の持つ声の周波数のピークポイントを低いところにずらす必要性があるんです。ぜひ姑さんに低い声で語りかけてください。反応が現れる可能性が高くなります。よくゆっくり話すとだけ言われますが、必ず質問に出るのが、じゃあどのぐらいの大きさで話すればいいのです。一つ参考になる数字があります。1分300文字。これ何だと思います？実は NHK のアナウンサーさんがこのルールをもとにお話をされてるんです。1分300文字は相手に伝わりやすい理想の速度なんだそうです。高齢者の方々が NHK をよく見られてるのはこれで理解できると思います。あと極端にゆっくり話をする人がいますが、その方には相手の話す速度に合わせてくださいとお願いします。人は聞いた音を脳で言葉に処理することが必要です。その処理速度に合わせるのも重要になります。ちなみに私のお話ししている速度は1分間200文字程度だと思います。 NHK 様より聞き取りやすいように配慮いたしております。言葉の持つ音をはっきり意識して発音する。普段仕事柄人前でお話しする人や講演やセミナーでよくお話をされる人は別ですが、ほとんどの方は言葉を意識して発しておられません。言葉は空気の振動です。空気を吸って吐きながら声を出しています。しっかり呼吸ができてないと声が出せません。声帯を空気で振動させ、口の中や鼻腔などを共鳴させて舌の位置を変えることで言葉を発しているのです。声帯を空気で振動させ、口の中や鼻腔を使い舌の位置を変えながら声を発しているのです。舌の動きや共鳴のさせ方で声は大きく変わります。発声に関する詳しいお話は、私は専門家ではありませんので、ゲストで発声の先生を呼んでぜひともお話をお伺いしたいと思います。オペラ歌手の金子美香さん、ご出演お待ちしております。聴力の低下も進んでしまうと、それぞれの周波数の感度が下がり、音がさらに入らなくなってしまいます。そうなると話し方の工夫だけでは限界があり、その場合は補聴器や対話支援機器などのサポートが重要になります。どうしても耳につけることを嫌がられる方もおりますので、その場合はテレビスピーカーも有効です。もじゃもじゃ先生が発明したコミューンもテレビスピーカーとしても活用できますので、ぜひとも試していただきたいです。ということで、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。姑の聞こえの課題が分かると人生はもっともっともっと豊かになる。ではまた。